んにちは。今週もアフロディーテ TV ご覧いただきましてありがとうございます。徳川美希です。今週はですね、私の隣にいらっしゃるこの地球ペア、素敵な素晴らしい舞台公演拝見させていただきまして、今日はですねプロデューサーの石塚さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、11月は本当に美しい公演を拝見させていただきましてありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。感動いたしました。ありがとうございます。で、公演の中でこのティアラもつけてらっしゃるのを拝見しまして、はい、とてももう演出でしたりとか、私もやはり生の舞台拝見するのがすごく久しぶりでしたので、はい、人間の動き、音楽、光もいろいろと感激いたしました。はい、はい、もうどうでしょう、バレエは長く携わってらっしゃる感じですか？いや、実はだってですね、はい、私はバレエ業界と全く縁もゆかりもない人間で。そうですか。実は3年前まではですね、はい、私はソニーに勤めておりまして、はい、まあ、そこでもう大部分をですね、海外、はい、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中近東でですね、はい、過ごしているというような時間を過ごしました。なるほど。で、縁がありですね、はい、バレエ関係の方とお仕事をすることになり、はい、そしてまた縁あってですね、はい、まあ、私がもともと持っていたアイデアをご紹介させていただいて、はい、そのテーマのもとにこの公演を始め、結果的には自分自身がプロデュースすることになったということでございます。はい、やはりこのね、テーマは地球ということで、はい、本当に壮大なテーマでいらっしゃいますよね。はい、まあ、この地球というのはですね、はい、まあ、この公演をそれやることに至った経緯も含めてですね、はい、まあ、今のこの時代だからこそ、ね、やはり我々皆すべて、はい、美しい惑星地球も皆、はい、同じ地球人だという、そうですね、このメッセージ、はい、そして皆同じ地球人だという自覚をですね、はい、まあ、世界に広めていきたいというところから、はい、まあ、どこまで続くかなというふうに思ったんですが、はい、おかげさまで多くの方のご紹介ができたと、はい、そうですよね、いうことでございます。またちょっとスタイルもクラウドファンディングを使われて、チケットでしたりとかちょっとグッズも拝見させていただいて、またこれも新しいスタイルだなと思って本当そうですね、はい、まあ、本当にやりながらいろんなことを考え、いろんな方のですね、ご意見、それからいろんないいアイデアをですね、はい、得て、ここまでやったのかもしれない。素晴らしいです。またね、そして2021年にも、はい、公演に向けてまたクラウドファンディングを、はい、はい、その通りでございます。はい、でまずは当初の現時点での、はい、私のですね、はい、チャレンジとしては、はい、まあ、昨年の11月14日の公演が非常にうまく、はい、大成功になりましたので、ですね、キャストもインターナショナルで、はい、でこれをですね、まあ、今月、はい、新年になり今月ですね、まあ、中旬ぐらいを目指してですね、はい、まあ、世界にこれを同行配信しようか、はい、いうことを考えて、はいはい、まあ、日本の人に加えてですね、はい、まあ、世界中の人にこれを見ていただくような、はい、今手配と算段をちょうどしているところでございます。なるほど、なるほど、はい、私もその、ね、動画をちらっと拝見させていただいて、はい、また撮り方もちょっと普通にカメラで撮っただけではなく、はい、立体的にクレーンを使われていらっしゃるんですかね、はい、上からとか、はい、すごく普通の舞台の映像とは違うなという感じがいたしました。はい、ありがとうございます。はい、やはり いかにですね、まあ、現場にいた時と同じ臨場感を出すか、はい、だからもっと言うと、はい、客席にいる時よりももっと三次元的に、はい、まあ、目の前で、まさに自分の目の前で、はい、表現されているような形で、はい、で今回はですね、はい、実際に映画の制作に関わった、はい、本当にプロの有名な映画のですね、はい、撮影をなさっている方、はい、に映像ディレクターと撮影をやっていただきまして、ね、非常に立体的な臨場感のあるですね、はい、ものが作ることができました。あ、なるほど、はい、それこそテレビとか映画を見ているような、はい、すごくリアリティのある引き込まれるような映像だなと思って拝見させていただきました。そういう意味では、まあ、いろんな方にですね、私が今発信しているのは、はい、この地球テラということをですね、はい、全く新しい芸術のジャンルとして立ち上げていくことができないか、はい、まあ、バレエを基礎にはしてるんですけれども、はい、ある意味でセリフのない演劇ということで新しい芸術のジャンルということですね、はいはい、
でまた演出もあのキャストの皆さんもあの子どもたちもね、うん、たくさん出演してらっしゃったりとか、はい、なんか国際的な感じを感じました、ね、はい、私のこだわりはですね、はい、やはり今回もう本当に素晴らしいプロの方たちスターが何か出ております、はい、しかしながら私のこだわりは、うん、そのプロの素晴らしい、はい、そのバレエのダンサーの方たちと一緒にですね、はいはい、やっぱりそのアマチュアの方たち、うん、特に子どもたちですね、はい、まあ、子どもというのは未来に対する宝ですから、はい、そしてまたこの子どもたちが、はい、今回もご覧のようにですね、はい、いろんな国籍の方が出ています。でこの子どもたちが、はい、子どもの時からいろいろとですね、はい、接し合うと全くもう分け隔てなく一緒になるんですね、はい、でこれ、まあ、まさに私が伝えたい地球人たちの姿があるというところで、まあ、そういうことで、はい、あのアマチュアの子どもたちにいっぱい出てもらうこと、はい、まあ、もちろんその、ね、演技のレベルですからその、はい、そのクラシックバレエとしての技術のレベルはあるんですが、はい、まあ、出ていただくということを、もちろん今回こだわっています。本当にあの見ててもあの心温まるお芝居だなという、はい、まさにねその地球というテーマに、はい、あのぴったりな演出とまたキャスティングと素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。はい、そうですね、ぜひそのねクラウドファウンディングのサイトで動画も見れるようになってますよね、はい、あのぜひあの、はい、あの今日やりますので皆さんご覧いただければというふうに、はい、思います、はい、そしてそれに加えて、はい、まあ、あの今年はですね、はい、9月の3日にですね、はい、同じ目黒パーシモンで公演するということを企画しておりますので、はい、まあ、ぜひあの別途ご案内いたしますので、多くの方に見ていただければというふうに思います。素晴らしいです、はい、チケットはいつ頃からまた、まあ、多分ですね、はい、まあ、動画の方はもう間もなくスタートすると、はい、もうすでにあの、はい、今始めます。そして9月のものはそうですね、8月ぐらいからスタートすると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。私も本当個人的にバレエも大好きでして、うん、あのバレエをでもね映像で見るっていうのはそんなにない機会ですので、うん、あの改めてそれはそれでゆっくり見れていいなと思いますし、うん、実際にね生であの都立大前で見ていただくのも本当に感動いたしますね、うん、ありがとうございます、はい。そしてあの、まあ、もう一つちょっとあのこの機会に私お伝えしたいのはですね、はい、まあ、先ほど多くの子どもたちがっていうふうにこう言いましたけどね、はい、まあ、あのこの、その子どもたちに出てもらうためにですね、はい、もうあの去年からですね、自前のバレエスタジオテラっていうのを開始したんですね。はい、でここはもうプロの今回のこの地球テラを演出した振り付けの浅井さんですとか、はい、それからプロのダンサー自身がおっしゃるんですね。でこの時にもちろんそのクラシックバレエとしての技術的な側面はあるんですが、はいはい、私のこだわりはここで、はい、やっぱり子どもたちの表現力、はいはい、そして、まあ、思いやりということにこだわってるんですね、はい、やっぱりそういったことをですね、はい、このバレエスタジオテラを通じて広めていくことができればなというふうに、はい、思ってます。そういう思う気持ちを伝えるってこともあったりしますしね、はいはいはい。で特にあのこのバレエスタジオテラの中で、はい、ファミリーテラというクラスを作ってですね、はい、先ほど言いましたような、はい、まあ、表現力ですとか思いやり、はい、人と接していくための技術というものをですね、はい、教えてください。コミュニケーション、はい、はい、確かにこれからねちょっともともとその IT 化していた時代にさらにこのね感染症なんかもあって今疎遠になりつつありますので、ね、まあ、おっしゃる通りで、はい、まあ、よりあの孤立化しやすい状況が出てるんですね、はい、ですので、まあ、あの社会的包摂という言葉があります、はい、まあ、英語で言うとソーシャルインクルージョンと言ってますけれども、はい、まあ、そういったところに目を当ててですね、はい、光を当てて孤立させない、はい、まあ、社会的包摂ということで、はい、まあ、あの特にまあシングルファーザーマザーの発足ですとか、はい、それからですね引きこもりになってた子どもたち、はい、こういった子たちをですね、はい、今ここで学んでもらってるということでございます。素晴らしいです、はい、しかもそういったバレエというね表現の場があると、はい、やっぱりちょっとねそういった問題があって心が萎縮してしまってもまた解放できる時がね、うん、はい、私はあの先ほど言いましたようにですね、はい、まあ、あの前海外でほとんど自分 の, その人生の全般をですね過ごしている中においてですね、まあ、世の中どうなってるかというと、世の中の人々っていうのはレッテルを貼りたがるんですよ。これはレッテルは何かって言ったら人種、言語、国、そして宗教、その他ですね。
で、ある意味で私の経験から来る私の見解っていうのは、はい、これらのものっていうのは全部個性なんですね。あ、確かに。個性もあると思う、はい。しかしながら、個性で相手を受容しないと。なかなかその、ね、違いがあったりとか。ね、はい。だから治療をするっていうのは簡単なようで難しいんですね。はい、そうですね。まあ、インドの例、いろんなところの例も含めて、はい、やっぱりそのレッドルを貼り、はい、相手を何らかの理由で治療しない、はい、こういった状況が出ている、はい、でそれに対してまあ地球人としての自覚っていうことがこのテーマで、はい、あー、なるほど、つながりますね、はい、多くの方にまあ見ていただいて、はい、まあ、地球人としての自覚という考え方を、はい、まあ、ある意味大げさに言うとですね、千年先にも伝わるような、はい、まあ、自分自身のまあビジョンで進めているということで、素晴らしいですね、はい、この人間力をアップしていて、ね、はい、長く続くものであってほしいですもんね、はいはい、ありがとうございます。そしたら最後になりますが、はい、まあ、これからのビジョンといいますか目標などございましたら教えていただけますか、はい、まあ、今考えている最大のですね、まあ、チャレンジであり、はい、それから夢であり、はい、ビジョンというのはですね、はい、やっぱりこの地球テラのテーマである地球人とその自覚、その内容というのは、いろんな人たちがここに参加ができる、はい、そしてみんな同じ地球人だと、はい、でそういった考えで、今回、はい、あの昨年のですね、はい、講演にもですね、実はまあ、いろいろハンディキャップを持った、はい、ダウン症の子たち、あ、まあ、いわゆる成人でいる障害の子たちも実はフィナーレで出てもらったんですね。そうなんですね。で、まあ、私どものちょっと YouTube に上がってるビデオを見てもらうと、最後のフィナーレで、はい、こういったこと方たちも一緒になって出てるのが、はい、たくさんね、最後、一緒にいましたもんね。はい、ですので、まあ、ぜひこの考えを広めていくために、はい、まあ、こういったことを意識して、はい、シーンを振り付けして、はい、そして曲もですね、はい、オリジナルで今回得たので、はい、あれ、エンジェルっていう曲なんですね。でこれをですね、まあ、まあ、オリパラの関係者の方に見ていただいて、はい、まあ、特にパラリンピックですかね、はい、の方たちに、はい、やっぱりいろんな国の方たち、いろんな事情を背負った方たちが全く、はい、皆さんと一緒になって、はい、存在している、ね、そんな状況をですね、はい、示すために、はい、まあ、オリパラで使っていただくような方ができたらというのが、ね、私のちょっと夢なんですよ、はい、ぜひぜひオリンピック・パラリンピック関係の方にもね、はい、ぜひよろしくお願いします。知っていただいて、いろいろ演出でね、はい、ご一緒できるようなことが、ね、素晴らしいですね、はい、ぜひそれになるかと思います、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はもう本当にお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。私もバレエ大好きなのでもう絶対見に行きますし、はい、ちょっとフィナーレなんかで出れたら嬉しいなって今ちょっと思いました。ぜひちょっとフィナーレ参加してください。ですか、はい、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。特番も出演の可能性ありますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。